鎧ザメは、鎧ザメ科のサメの一種。鎧ザメ属唯一の種である。生息域は、世界中に散在しており、通常は、水深200から600メートルの海底で、生活している。肝臓には豊富な肝油が含まれ、水深の深いところに潜る際に役立っている。細長い体や、とても短く丸い頭、大きな目、唇のように、厚い口などが特徴。 上あごについた歯は短く、幅が狭いが、下あごについた歯は大きくのこぎり状になっている。全長は、生魚で、通常1.0から1.4メートルほど。群れを作らない、肉食魚で、大きな歯と強い噛む力を持つ。魚、甲殻類、頭足類、クラゲなど様々なものを捕食し、それらの死骸を食べることもある。また、 どうかのダルマザメと同様に自分より大きな動物を襲うこともある。本種は卵体制で10から14歳頃に繁殖可能となる。肉や皮肝油誘を得るために漁業の対象となり、主に日本やポルトガルなどで水揚げされているが、ポルトガルのアゾレス諸島などでは乱獲等の影響で水揚げ量が落ちており、IUCN は 本種の保全状態評価を純絶滅器具としている。当初は、スクオニスリー社という学名で、フランスの博物学者、ピエール・ジョセフ・ボナテールによって1788年に、記載された。これが後に、コンスタンティン・サミュエル・ラフィネスクによって記載された、シノニムから取られた、現行の鎧ザメ属に移された。しかしながら、ラフィネスクが命名した。 リースペロファグスという学名は、国際動物命名規約上の疑問名に、相当しふさわしくないため俗名には、真のライナスを使う方が良いと主張する学者もいる。俗名のダラズはギリシャ語で、松明という意味のドロスあるいはダルーに由来する。また、首相名のリーシャは、本種のフランス語名であるラリッチに由来する。和名は、硬い皮膚に由来する、鎧ザメで、 他にもヒレの形や、皮膚の色などにちなんで、各地域で様々な名前が付けられている。分岐学の研究によって、本種と系統上を最も近いのは、ダルマザメ族アイソスタイアスであることが分かっており、似通った歯や骨格、筋肉の構造を持つ。この二族が分岐した時期は、中世代と新世代との境目の直後、6500万年前頃だと考えられている。 この分岐は、ツノザメメの魚が、深海から比較的浅い海へ進出する際に起こった、大規模な適応放散の一部であると見られている。最古の歯の化石は、ニュージーランドで発見された、指針用中期のものである。他にも様々な地質時代のものが、ヨーロッパやかつてのソビエト連邦、日本やインド西部などで見つかっている。現在確認されている本種の化石資料には、 かつて他の様々な種として誤って分類されていたものが多い。ほぼ世界中の熱帯から暖温帯域の海に散在する広い生息域を持っており、わずかながらその間での個体の移動も起きていると考えられている。本種は東部太平洋と北部インド洋では確認されていない。北部大西洋ではジョージバンク、メキシコ湾北部、 ブリテン諸島を含む北海からカメルーンまでの海域、地中海の中部と西部、マデーラ諸島、アゾレス諸島などで見つかっている。インド洋では南アフリカやモザンビークの沖で確認される。太平洋では日本やジャワ島、オーストラリア、ニュージーランド、ハワイ諸島で見つかっている。南大西洋でもブラジル沖で一例のみ発見例がある。外洋深海性で、 水深200から600メートルで最もよく見られるが、水面近くから1800メートルほどの水深にまで発見例がある。アゾレス諸島沖では性別によって生息域が異なっており、メスは水深230メートルほど、オスは水深412から448メートルほどの地点にそのほとんどが生息している。大陸方の端から、 大陸斜面、また島や三山の周辺などに生息する。鎧ザメ科の魚の中で深海といっても中層ではなく海底近くで発見されることが多いのは本種だけである。しかしながら、時折海底よりも浅い地点で多く漁獲されることがある。頭部。大きな目と短い鼻、厚い唇が特徴。適度に。 細長い体にとても短く、丸みを帯びた花を持っている。目と噴水口は大きい。唇は厚く、ひだを持っている。上顎には16から21本、下顎には17から20本の歯烈がある。上顎の歯は短く、幅が狭く、口の端に向けてわずかに湾曲している。下顎の歯は、とても大きく巨子状になっており、基底部は、 切れ目ない歯を作るために結合している。背びれは2枚あり、第1背びれは、第2背びれと比べてわずかに小さく、規定部が短い。第2背びれには1本の棘があるが、第1背びれにはない。第1背びれは、背面の胸びれの最後部に当たる位置からつく。一方、第2背びれは、腹びれ規定部のわずかに後方に当たる位置から伸びる。 尾びれの上部は丸く著しく突出し、その頂点近くには、血国がある。尾びれの下部にも、わずかに他の魚類のような、丸い突出が見られる。ヒレの形状と配置は、丸原ゆめザめと類似しているが、鎧ザメが持つ、第二背びれのトゲ状の突起で、区別できる。皮膚は、他のサメ類と同じく川場と呼ばれる歯と騒動の、鱗で覆われている。体色は、 濃い茶色か灰色であり、背中にわずかに黒の反転が入ることもある。ヒレの光縁は白か、半透明に縁取られ、尾びれの頂点は黒くなっている。2003年には90センチメートルの、体の59%の色素が欠落した、不完全なアルビノ個体が、ジェノバ湾で捕獲された。以前に、丸バラ夢ザメで確認されたケースとは異なって、 通常とは異なる体色にもかかわらず、この個体の獲物を捕らえる能力は、通常の個体に劣ってはいなかった。本種の制御は、大抵1.0から1.4メートル、8キログラム、ほどであるが、最大で1.6メートルの報告があり、1.8メートル程度まで成長する可能性がある。鎧ザメの下顎の歯は、切れ目ない歯を作り、 自分より大きな生物の肉を噛みちぎることを可能にする。どこの生息域でも本種は一個体で行動することが多いが小さな群れを形成することもある。水よりも低密度である脂質で満たされた大きな肝臓を持ちゆっくりと泳ぐ魚である。そのため中性浮力を保つことができ水中での生死も容易にできる。 北アフリカの海岸とイタリアのジェノバ沖で行われた調査では、オスの個体数が、メスの個体数を、それぞれ2倍、5倍と上回っていることが発見された。この偏った生比は南アフリカでは確認されておらず、標本の偏りによる可能性がある。自分より大きなサメや肉食魚、マッコウクジラなどに捕食される。本種における、寄生虫のデータは限られている。 アイルランド沖で捕獲されたニコ体で行われた調査では胃の中から3種の線形動物が見つかった。そのうちの1種はアニサキス属のアニサキスシンプレックスと同定され、他の種はアニサキスと近縁のレーフィダスカラス属の寄生虫ではないかと推測された。顎は小さいながら頑強で噛む力が非常に強く深海における強力な捕食者である。 主に深海性甲骨魚を捕食するが、他にもガンギエイ、小型のサメやイカ、タコ、甲殻類、タモウ類、クダクラゲなど様々な動物を捕食対象とする。禁煙のダルマザメと同様に、本種もクジラやサメなど自分より大きい魚から生きたまま肉を削り取って食べることができる。泳ぎの遅い本種が捕食した魚の中に、泳ぎの早い種が含まれていることで、 本種が不肉食動物であるか、または他に自分より動きの速い魚を捕食する手段を持っていることが推測される。地中海では甲骨魚が主要な獲物であり、冬から春にはサメが、夏には甲殻類が2番目に重要な獲物であった。理由は分かっていないものの捕獲された個体の内オスの方が、 メスと比べて胃に食物が多く溜まっている傾向がある。無体盤性の体制であり、肺は、子宮内で卵黄の栄養を使って、一定期間成長する。成熟メスの卵巣と子宮は、左右ともに機能する。地中海では春と秋を最盛期として、繁殖は一年中起こる。一度妊娠したメスにおいては、次の妊娠まで一年間ほど間が空くとみられている。 胎児の数は一度の妊娠で10から16匹ほどで、メスの全長が大きいほど多くなる。子供は、地域によって歳はあるものの最大で2年間の妊娠期間を経て、30から45センチメートルほどの大きさで生まれる。オスは77から121センチメートルほど、メスは117から159センチメートルほどで、生成塾を迎える。生まれた時の全長と、 性的成熟時の前兆、その後の最大前兆の間には相関関係はない。日本の研究者が鎧ザメの体調を計測している。本種は長らく経済的に重要な魚であった。生息域は深海であるため人間に直接危害を及ぼすことはない。しかし、本種の上顎の歯が突き刺さっている海底ケーブルが見つかっており、 それから及ぶ被害が懸念されている。本種の人間による利用の歴史は長い。肉は東、大西洋岸の国々や日本で消費され、内臓肉も魚粉の原料とされる。また、干油はポルトガルや日本、南アフリカで利用され、皮膚は一種のサメ側としてヨーロッパ等で家具や装飾品に使われる。 しかしながら本種は西大西洋岸の国々では商業的価値を持たない。本種の漁獲の深海域への拡大によって成長と繁殖の周期が遅い、本種を含めた深海性のサメの乱獲への懸念は強くなった。この懸念はアゾレス諸島における本種の漁獲量の急激な減少によって裏付けられる。アゾレス諸島における本種を目的とした漁獲は、 1970年代、初頭に関与を取るために始まった。1980年代初頭には、底引き網漁などによって、漁業規模が拡大し、その結果1983年には、漁獲量のピークに達し937トンを水揚げした。しかし1991年以降漁獲量は、急激に減少し、年に15トンほどとなった。 干油の価格が下落したこともあり、1990年代の終わりには、漁業はほとんど行われなくなった。北東大西洋において、生息数は乱獲前の50%にまで減少したと見られている。現在の本種の水揚げは、主に、ポルトガルと日本の近海で行われている、底引き網漁などにおける、混核によるものである。 ポルトガルは2000年に282トン、2001年に119トン、本種を本格によって水揚げしたと報告している。北東大西洋においてはこの魚は珍しく、捕獲の報告は、他種との混同による間違いであることも多い。ブリテン島の東部で行われている深海刺し網漁で、だ魚に混ざって漁獲されることもあるが、この海域でも、 個体数は1970年代と比べて減少していることが調査によってわかっている。地中海では底引き物や差し網に稀にかかる。南半球でもオーストラリアやニュージーランドで盛んに水揚げされた時期もあった。現在では本種は通常網にかかっても生きたまま海に返されるが、その多くは深海までたどり着くことができずに死んでしまう。IUCN は 本種を全世界において純絶滅器具と評価し、北東大西洋の個体群については前述のような個体数の減少から気球種と評価した。飼育例は少なく2017年の冬に沼津港深海水族館で飼育された例がある。ありがとうございます。